与原時三郎は、日本の低信官僚、政治家。衆議院議員、通信院総裁、低信院総裁、関西清水市長。長野県しな郡や渡村出身。和田海蔵の長男として生まれ、三輪議士、塩原や五郎の養子となる。旧制長野中学、第8高等学校を経て、1920年7月。 東京帝国大学法学部法律学科を卒業。在学中の1919 19年4月、国家主義的学生団体広告同士会の結成に参画した。大学卒業後、官会に入り停心局初期検定新属、東京停心局検電機局勤務となる。1921年11月、高等試験行政化試験に合格。その後、貯金局事務官、 貯金局資金課長、内国為替課長、静岡郵便局長、簡易保健局、第二県母課長、塚崎課長などを歴任。1928年9月、台湾総督府に移り交通局副参事となる。さらに交通局参事、停身部署務課長を務め1929年10月に辞任。同月、静岡県清水市長に就任し、 1932年2月まで在任。ついで、関東庁に展示内務部地方課長に就任し、長官官房文書課長兼内務局地方課長、長官秘書官兼秘書課長を務める。1934年12月、関東庁が在満州国日本大使館関東局に改祖され、引き続き秘書課長となり、後文書課長を兼務。1935年3月、 満州国に移り国務院総務長人事所長となった。1936年8月、朝鮮総督府に展示秘書官に就任。富永文一学務局長に代わって、1937年7月から朝鮮総督府学務局長を心得、そして学務局長に在任し公民化教育を推進した。1941年3月、厚生省職業局長に就任。 以後、電気庁長官、低信省電気局長、軍事省電力局長、通信員総裁、低信員総裁を歴任し、1945年8月、終戦を迎え辞任した。同年12月、弁護士登録を行い、極東国際軍事裁判において永久先犯容疑者である木村平太郎の弁護人を務めた。1947年11月に、 公職追放となり1951年10月に解除された。1953年4月、静岡県第1区から第26回衆議院議員総選挙に自由党から出馬し当選した。しかし、1955年2月の第27回衆議院議員総選挙では落選し、一期のみの在任となった。その後、 1962年2月から1964年10月まで昭和重工の代表取締役を務めた広告同士会広告同士会言葉区、露光場主事件以降の公民化政策及び総動員体制下における朝鮮総督府の宗教政策、非正王系宗教と正王系宗教の比較を通して、藩出身、同志社大学、キリスト教研究69、 59から80、2007から12、キリスト教研究会。ありがとうございます。